いや僕のその練習、実際にやってた練習なんですけど、はい、俺が実際にやるってこと。あ、そうそうそう。イメージは本当あのぐらいの、あれぐらいの距離から、イメージはあれぐらいの距離から森さんの本当バットの出にくい本当これぐらいインハイぐらいに投げます。でその中で真ん中行ったり、こうスローボールが行ったりして、それに対応していくっていう練習。まあ、ちょっと一回軽くやってみます。はい、実際に僕の距離も距離は見えないですけど、これぐらい離れてます。どのぐらいだろう。3メーター、4メーターぐらいかな。そうですね。4、5メーター。結構長いと思います。長い。一回ちょっと軽く高めにいきます。本来もっと速くいくんで、ちょっとスピード。これがまずストレートのタイミングの場所。で、それプラス普通の、すいません、真ん中と、こういうスローボールを混ぜます。じゃあ、一球一球ちょっといきましょう。どっちに行くか分かんない。常にハイボールに合わせうう崩れた。え、崩れた。実際にやってみてどう？いや、僕正直な。すごい実践に実践に近い。ちょっとしたこう次もしかしたら抜かれるんじゃねみたいなこう迷うんですよね頭で。うん、あでも速いのに合わせながら、うん、合わせながらあ来たってなるのと、うん、なんか。こう頭でも考えて体も実際動かさなきゃいけないっていう、本当に微妙にタイミングが全部違うんですよ、うん、確かに。ちょっとこう、まあここに投げられて結構今の子ってこう上から下って嫌がるすごい多いんですけど、 あくまでタイミングの練習っていう括りで考えてほしいな。でも軌道じゃないもんね、まあ、そうです。僕ももともと高めの練習する人間なんで、それなんですけど、まあ、これはあくまでタイミング、一番バットがこう体の近くで出にくい場所に合わせると自然にタイミングを取るのが早くなるので、そこに合わせた状態でタイム差をちょっとボールで作ってどう反応できる。でこれをもう一個今度混ざるのがボール球は絶対振らない。あーいいっすね、行きましょう。森さん息やばいっす。荒れてます。いいよ、高めは打ってください。高めは打ってください。 OK、 OK。 スローボールのボール球は持ってる。 OK。体力的に大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。で、すると、記憶っていうのも出てくるんで、うん、見送る変化球って全然もうその打つだけじゃないんで、緩急差に対応しながら見送るか打つかも判断しなきゃいけないんで、そういうところも練習になる、うん、で逆にストライクの中でこれで崩された場合はそのまま打って打つのも一つなんで、崩された中でどう打つかっていうのが練習になるんで、僕はこれはもうほぼ毎日絶対入れるように。じゃあもうあれ、その崩された時のやつはもうボールでもいいから、とにかく全部打ってこいぐらいの感じ、うん、打ちますし、もしそれがボールなら見送るっていう条件の中でも行ってしまうときって絶対あるんで、うんうん、その時は絶対にそこでやめない。行ったら行ったでも最後まで行ける、うん、自分の中でもいいですし、後輩に教える時もそれは絶対もう癖をつけるなって、あって抜いてしまう癖をつけるなって言ってました、うん。でも左だとちょっと同じ左なんで多分分かる、はい、諦めた方が合うと、特に左こうあーっていう振っちゃうと早いし遅くしたいみたいな、こうちょっと抜いてくるようなイメージですよね、これ。でもなんかなんていうんですか、でも諦めてはないじゃないですか、うん、諦めてはなんかそうです、自分で調整するっていうのが大事じゃないですか。
そこで。でそれをこうの練習には僕はすごいなるかなって、タイミングの面で言うとすごいこれはやってました。で逆ももちろんさっき言ってたんですけど、あるので、もちろんこっち中心でいきなりこっちなんやってます。じゃあ変化球待ちのまっすぐ対応、いきなり投げるからなっていうのは言ってて、ハイボールにいきなり投げるからなっていうのは言ってて、常にそこにタイミングを合わせながらずっとこう打ち続けるって言ってて、ほんとたまに来た時にやっぱここはこれは逆が難しくて、その時に来ると詰まるからやっぱすごい多いんですよ。でもそこをずっとここに速いボールを意識しながらどんだけ打てるかで、その中で来た時にどんだけパスを打てるかっていうのはあのよくやってましたね。それがまああの草野球につながったな。あああれだね。あれだね。でもあれは気をつけなかったよね。最初バーンって当たっちゃう、ダメよ。そうっすね、じゃあちょっとこういう形でもたまにはお送りしながら、はい、森翔吾のモリモリ TV を違いますよ。四足歩行、四足歩行、あのなんか動きもあった方が分かりやすいんで、森さんにどん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 打ってもらいながら、そうですね、はい、森さんをもう一回プロ野球の世界に送り出せるように。そうだ、新庄さんには負けない。森翔吾、もう一回森翔吾復活計画。またちょっとなんか岡崎でやったり、森さんもちょっと入ってもらいながらやっていきましょう。はい、はい、今日はこれで終わります。終わりますって言ったら、まあここは直樹がつなぎくれると思うんで、またあの質問等をこういうふうに YouTube でも答えていきたいと思いますので、また次回を楽しみお待ちください。ありがとうございました。ありがとうございました。